我が輩に続きたまえ。ついに1023カ所目のザビーランドが完成しました。ギャロップ宗茂、開演セレモニーの用意ですよ。かしこまりました。さあ、演目を想像しますよ。どんなミュージックで攻めましょうか。求めるは客の金払いが良くなる音楽ですね。ひどい、あなたにぶたれる夢を見ました。教師名ザビーはただのザビーだ。あの敵将、武者震いが止まりません。倒れる前にザビーランド招待券を撒き散らすのです。はい、ソーリン様。ザビー教に入って水回りが綺麗です。ノリノリの踊れるミュージックでお客の財布の紐はゆるゆるですよ。お金の音とともに我らの気持ちも天に昇りますね。結局のところ敵か味方かよくわからん。次はザビー様を描く物語。今回はどんなストーリーでいきましょうか。どの話でも信じる者は救われます。足元を救われるよ。だから逃げて。貴公のヒゲ、5点だね。は、さようですか。それって何点満点で。ザビー様は言いました。あなた戦力まであと一歩のみ。我が君より先に倒れるわけには。僕より先に天に召されるなんて、お前だって地獄行きです。うでしげ、新ザビー教第15回、捨てるザビーあれば拾うザビーある。ザビー様は言いました。石投げたら呪います。ザビー様の人生、それは戦いの物語。理不尽な弾圧との。記念にとっておきたまえよ。我が輩だ。ザビー教に入って財布を拾いました。記念にとっておきたまえよ。最後はショーを彩る背景を決めるのです。夢あふれる非現実的空間では、定価が上がっても文句は言わせません。身分をわきまえたまえ。君はステキシー氏の前にいるのだ。入信なさい。そうささやくに私のゴーストは。今日の宗茂様、空ばかり見ている。いきますよ、赤い糸の導きのままに。ロマンチックが止まらない。巡り巡る天使の輪。どういうことだ。天使の輪とは一体。あなたの先例名は、まさかタダでつけてもらえるとでも。記念にとっておきたまえよ。この刃、実はとっても重いのだよ。記念にとって
私の考察によると、一時的とはいえ西の武将を多数引き入れたザビー教は結構な勢力である。やられた。お前たちの死は無駄です。超無駄無駄です。ひどい、ひどいわ。完璧だ。さあみんな揃って共鳴の時間ですよ。ザピ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 ザ。怪しげな乗り物を発見。なんだこの乗ってしまいたい誘惑は。記念にとっておきたまえよ。さあ来たまえ。開演セレモニーの準備が整いましたね。さあレッツザビーショータイム。ステップやまないノリノリのダンスビートの中、私たちの愛のための戦いが、観覧車をロマンティックにぐるぐる回す。ザビー様は言いました。何時人参を愛しなさいよ。素晴らしい愛のセレモニーで、あなたの信仰心はもうマックスでしょう。今すぐ入信なさい。ザビー色に染めてしまえばこっちのものです。あなた様はザビー様の使い、愛の素敵紳士。違う、我が輩はあの方以外には使えないよ。今入信すれば漏れなく僕が来ます。取り乱しても優雅だね。